皆さんこんにちは、アリスタムです。本日なんですけど、私は今とっくもお腹が空いている。なぜならば絶対に生理前なんですよ。来週生理が来るともうこの時点で分かってる。そして生理前ということはいくらでも食べれる胃になってるっていうことなんですよ。これはねガチ大問題です。ここをどう攻略できるかで、チートデイに行くか頑張って食事制限できるかに変わるんですよ。それですね、私はね毎回毎回もうやばい白飯食べたいってなった時に絶対に行うことがあるので、今日はそれを皆さんと共有しながらお話ししていきたいと思います。そしてですね、こちらです。じゃじゃん、もりもりサラダ。死ぬほどたくさん食べたいじゃん、お腹減った時って。しかも生理前なんて、この瞬間もうすでに私はお腹が好き好きさんがマックスなので、動画を回して一緒にみんなでサラダを食べちゃおうっていう企画でございます。これ見て、めっちゃ美味しそうじゃない。これね、スーパーとかに売ってる袋みたいなのあるじゃん、100円ぐらい売ってる、あれを2つ。これね、ここ牡蠣とボイルエビとアボカドです。今のね時刻はちなみにお昼なんですよ。でこれ大事なのは、お昼とか朝のうちにもう今日は爆食しちゃいそうだなってなった時にこの時間に取っちゃうことなんですよ。夜いっぱいカロリー取っちゃうとやっぱ努力がね半減されてしまうので、昼のうちにもう今日は食べたい日だなって分かった瞬間からなるべく体にいいものたちをたくさん取って腹をとにかく膨らませる。私はそういう作戦でいつも生きております。ってことで食べていきたいと思います。それではいただきます。見てサムネ撮るわ。はい、サムネ。オッケー。ということで、いただきまーす。ほんとに美味しい。私ね、今日外撮影だったんですよ。ちょっと食べさせてもらいます。一回。いただきます。あー、うまっ。サラダって繊細だわ。マジで。美味しい。炭水化物食べないなって思ったと思うんですけど、今日のね、朝ごはんはしっかりとおにぎりをね、取ってるので、一旦大丈夫。このね、一旦サラダとかでお腹膨らませることによって、無駄食いとかをね、防げるんですよ、圧倒的に。サラダのドレッシングとかは、市販のは使わずに自分で作ったりしてます。今かけてるのは、表面にちょっとだけパワパワパって、ガーリックソルトみたいな、ほんのちょっとだけかけて、その上からごまと醤油とお酢と、ごま油ちょっとと、ペーパー2杯をちょっと。で、あと水で薄めてチンして、和風中華みたいな味で食ってる。牡蠣うますぎ。牡蠣ね、なんか 30% 引きだから買っちゃったの。うまぁ。もう私が経験した中で、マジでお腹が減ったってなった時に何をね、めちゃくちゃ食べたら満足感が得られるかを実証されているものがあるんですよ。だからそれを言います。まず一つ目はサラダです。今食べてる通りレタスだけとかじゃなくて、いろんな野菜が入ってる方が食感もいろいろで、人参とかね噛み応えもめっちゃあるから、咀嚼めっちゃするから食べてる感がめちゃくちゃあるんですよ。ただドレッシングとかをかけすぎちゃうと脂質とか塩分高くなっちゃうので、ドレッシングにはめっちゃ注意しなきゃいけないけど、私は基本的にドレッシングあんま使わなくなったので全然大丈夫です。そしてですね、最近見つけたのは白滝。白滝のねレシピを作るっていう動画を最近撮ったんですよ。あれねやばい。エビとトマトクリーム風パスタみたいな白滝版と冷麺と豆乳担々麺作ったんですけど、麺も噛み応えもやばいから食べてる感めっちゃあるし、とにかくカロリーが低いのも一つだと思う。めっちゃ美味しかったんだよね冷麺。びっくりした私本当に。あとはね、私が思うのはスープ系ですね。温かい汁物、それこそお味噌汁とか生姜スープとか、あとキノコスープとか、腸内環境改善習慣みたいな動画を撮ったんですけど、あの時のスープたちがガチやばかった。スープ一杯しか飲んでないのに一気にお腹が溜まって、まあ温かいものから入れてるから胃もね刺激されてるし、なんかすごいねもっと食べたいってなる欲が本当に少なかったの。あとお腹に溜まる系だと、まあ、鶏胸肉とか卵とか。卵はねマジでぶっちゃけお腹にもマジ溜まると思う。あと最近私がやってるのは、豆腐に納豆を入れてそこに生卵ぶち込んで全部かき混ぜて、白だしとすりごまと鰹節を入れるのをめっちゃハマってるんですよ。これがねガチで美味しくて、最近それ結構食べてる。ガチやばい。あれお腹たまるし、一気にカロリーもめっちゃ低いし、タンパク質も取れるし、最強だと思う。食物繊維も取れてるし、めっちゃ最強だと思ったあのご飯。あれねバンバンのルナちゃんがめっちゃ気に入ってて、で教えてもらったの。ルナちゃんめっちゃ余ってて、そんなみたいな感じだったので、あと TikTok とかでもさ、よくさ納豆と豆腐の掛け合わせのダイエットメニューみたいなめっちゃ出てくるやんね。見た目がさあんま良くないからさ、えって思っちゃう。やばい、あれはハマる。普通にずっと食べてられる。なんか逆にどういうのだと満足感がね得られないかっていうのを私実は系統取れてて、これはしょっぱいものなんですよ。塩っ気の効いてるものをあのちょっとで終わりにしようとか思ってちょっとだけ取ると、その後ねマジでエンジンかかって、そっからずっと
とめちゃくちゃ食べたいの。それがあるから私はね、塩気が強いものとかあんま食べないようにしてます。優しい味の和風みたいな味のものとかでなるべく食べるようにしてます。それで結構なんだろうな、もっと食べたいって結構なくなったかも。あとお腹空いてる時一発目に糖質取らない。糖質取ると血糖値一気に上がるからマジもっと食べたくなるし、眠くもなるのね。食べて寝るっていう動作に行くの。だから私は本当なるべくしないようにしてる。もうお腹空いてる時とか食事の一発目は絶対に野菜とかサラダか、もう糖質は取らないって決めてる。サラダあと半分ぐらいになった。私は今日も今日とってダイエットするためにたくさん動いてたくさん食べて YouTube をやらなくてはいけない。頑張ろう日本シール。てか毎日投稿続いてるの私びっくりなんだけど、正直無理だと思ってたよね。たくさんねコメントしてくれて、たくさん応援してくれて続いてるんですよ。こんな動画も上げながらありがとうございます、本当にいつもいつも。ということで今喋りながらね、こうやってゆっくりちゃんと咀嚼をしながら食べ進めてったんですけど、こうね食べてると半分こう一袋分ぐらいで、まあ、一回ねお腹が落ち着くんですよ。ここで無理して食べ進めずに次のお腹が空く時を待って体を動かしていきたいと思います。マジでデブあるあるだと思うんだけどさ、お腹いっぱいをさお腹いっぱいとして認めないやん。腹8分目はさ腹2分目ぐらいだと思ってさ、まだいけるって思って食べるやん。そうするとねやっぱ食べ過ぎとかお腹いっぱいなのに無理して食べたっていう状況になっちゃうので、私はちょっとでもあお腹に溜まったかもって思ったらなるべくね食事をやめるようにしてます。でまたお腹が鳴ったりとかお腹が空いたら新しく入れるっていう生活にしてます。ということで私はねこれをラップをしてちょこちょこ食べ進めながら爆食しないように頑張っていこうと思います。エビ、うん、ということで今日も見てくれてありがとうございました。みんなもさお腹すいたってめっちゃ食べたいってなる時あると思うんだけど、積み重ね積み重ねで一緒に頑張ろうね。でもさやっぱさ食べたい時っていうのは絶対にあるから、ストレスが溜まるぐらいだったら全然食べていいと思う。我慢しすぎずストレスかけすぎずで一緒に頑張ろうね。ということでレジットマンでした。バイバイ、うん、ちょっとあと一口だけ食べよう。うん。